はいどうも、ジジンガー Z でございます。ようやく雪も消えて寒さも和らいできましたね。私の住むあたりでも夏の天の川が朝方の東の空に昇ってくるようになって、まあ、このね春めいた気候と相まって車欲が高まる春になってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。先日杉山正彦先生が、ツイッターで僕の動画を紹介してくださりまして、ニコンバカ1台福島支部が晴れて杉山先生公認となりました。今まではですね福島支部を名乗っていながら、杉山先生の公認はいただいておりませんでしたので、アンオフィシャル、まあ、いわゆる平たく言えば潜りでやってました。それで僕は、ニコンバカ1台のバッジは持っていたことは持っていたんですが、まあ、このバッジの入手方法が微妙でして、まあ、なんせねレンズ買うからバッジくれよって感じで、このずうずうしいね無礼な申し出に杉山先生が優しく答えてくださった結果バッジを持つことはできたのですけど、まあ、僕自身ねニコン歴は昨年5月から、しかも Z を買ったのは Z6II 発売日、つまりそれまではフルフレームのカメラを使ったことはなかったと。ということでフルフレーム歴がたったの4ヶ月。写真もまあ今までは、まあ、いわゆる記録としてね撮ってたことがほとんどで、被写体の表現を意識して撮るようになったのも、まあ、数ヶ月前からというね新参の、まあ、未熟者でありました。まあね、この新参者がね諸先輩方を差し置いて、まあ、とてもニコンバカ1台を名乗れるレベルではないと、まあ、考えてましたので、まあね、失礼なバッジのいただき方をしたこともあって、まあ、こちらからね先生にコンタクトを取ることはしなかったんですけども、まあ、先生がね僕がレンズを購入した時の、まあ、開封動画を見つけてくださいまして、まあ、先生のツイッターで福島支部ができたぞと、まあ、宣言をしていただきましたので、この度福島支部は、潜りの状態から、無事杉山先生公認の、組織となりました。杉山先生ありがとうございました。CP プラスで、安倍秀之先生、まあ、この方はザ・ニコンというようなすごい写真家の方なんですけど、まあ、この方がですね CP プラスのオンラインのご自身の、ニコン公式のライブ配信でおでこにですねニコンバカ1台のバッジを掲げて、ニコンバカ1台面白いよねと言ってくださったり、動画の最後の方はねバッジを首からぶら下げて、ニコンバカ1台にゲスト出演したいなどと言ってくださりまして、まあ、ニコンバカ1台を大々的に、宣伝していただきました。まあ、これでねニコンバカ1台の知名度も大いに上がったのではないでしょうか。杉山先生ご自身も、CP プラスでね公式のライブ配信に出演したので、まあ、この度のね、CP プラスは大変良かったです。まあ、先生のね出演したライブ配信も、老人と文学者の、まあ、竹川さんとコラボで、2時間弱という長い時間でしたけども、まあ、とても素晴らしいステージで、まあ、時間があっという間に過ぎました。でね、まあその際安倍先生からも、まあ、ニコンバカ1台にゲストとして出たいということだったので、まあ、これからね、まあ、おそらく杉山先生のチャンネルで安倍先生とのコラボも行われることとなるでしょう。
それをねすごく楽しみにしております。ということで早速公認となりましたニコンバカ1台福島支部の活動として、星空撮影のためにロケハンに行ってまいりました。そちらの方本編スタートしたいと思います。いかがでしたでしょうか。ニコンバカ1台福島支部のロケ車1号車、ホンダと書いてニコンの Z00MER50、こちらがね、冬期間の眠りからなかなか目覚めなくて苦労したという動画でした。ニコンの Z00MER50 は非常に使い勝手のいいゲンチャリなんですけど、いかんせんね、やっぱベルトドライブがね嫌いなんですよ。やはりね、ギアとチェーン駆動で、動くバイクの方がいいので、使い勝手はいいんですけど、カブはカブでね、荷物の入るところは別に設けなくてはいけないので、ということです。今年もね、この Z00 を駆使して、いろんなところに出かけて、面白い被写体を、むしり取っていきたいと思います。長々とご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。
ようなら。